こんにちは、ひらたくチャンネルです。こんにちは。はい、どうも店長です。はいはい、シダです。はい、来たかい。今回は輸入ラワーではございません。はい、何でしょう。じゃん、スティガ。何それ。マントラプロ X、 マントラプロ XH。 はい、これは新商品やね。新商品ね、秋のね。うん、もともとスティガーにはね、日本製ラバーのシリーズでこのマントラっていうのがあって、今回それのプロシリーズっていう、まあ DLA も同じような感じでプロが出たりプラチナが出たりしてる中で、マントラもプロが出たっていうところで、日本製のラバーになってくるから、どっちかっていうとこうスピードが出るようなラバーのカテゴリーやったイメージだから、なんかバタフライでいうちょっとブライスハイスピード的な要素、ちょっと軽く打ってもぶっ飛ぶよみたいな感じの中のスピン系テンションっていうカテゴリー。それのプロって言われたらもっとぶっ飛ぶってこと？そうやね。さらに今回になって XH とかっていう、あの一番エクストラハード、硬いってことだよ、いっちゃん硬いとこも出たんで、まあ、尖ってるラバーの可能性がある。そうやね。逆に言ったらミートを使う選手とかね、叩くとかそういう系は むしろこっちの方が特化してるかもしれない。あのドライブを引っ掛けるとか、ね、そういう部分は DNA の方があの好きな人が多いのかもしれない。 DNA しか打ったことない。まあ確かにね、あのプラチナとあれ自体があのスティガの中でドイツラバーの始まりやったし、意外とスティガってそれまでのラバーの中でも日本製が多くて、キャリブラとか、うん、あのその手のシリーズはずっと日本製やって、その後にDNA っていう、 こうドイツ製のシリーズが出て、で今回マントラが出たっていう感じ。ちゃんと聞いてる。すごいなぁ、店長。お店の人みたい。お店やねお店やねスティガの人みたい。ラバー戦んといて、はい、ということで、はいはいはい、今回はこのマントラプロ XH をちょっと知らしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マントラプロ XH 張り上げました。はい、尖ったラバー、尖ったラバーのはず。シートも結構突っ張ってる感じの。そう、シートが結構尖ってるなんか見た目がな、めっちゃ横にギャーンってこうピンってそうした感じ。ピンピンなやつ。お願いします。はい、大事に。そう、マイラケット、それ大事。マイラケットのサブの方。いや、フォアウチの段階ではなんかちょっと尖ってそうな気がする。あ、ほんまに。あの片鱗を垣間見た。もう飛び出し方がな、もうなんかうずうずしながらもう早く行きたい、早く行きたいってなってる。ちょっとドライブですわ。うわー。早い、突っ張ってる、ツンケンしてる。そう、このこのラバー思春期です。あ、そう。ごめん。
全然上がるのは上がる、そういう系のラバーにしては。はいはいはい。ただ、多分そんなに玉が重くないと。重くないんよ。まあ、激辛やね。激辛なんかちゃんと持つ前に行ってしまってるっていう感じ。この手のね、シートもピンピンしててスピードが出ちゃうラバーをここまで硬くしたら誰が食い込まして飛ばせられるんやっていう食い込む前に行ってまうやんっていう。もっとキッカーンって多分まだ今のでもまだ足りぬすげえな、ラボーみたいなラバーやな、ほんま先に行ってまうのお前にはまだ食い込ませんで。シートリフト当たってる。まだまだ噛める。違う。より高みへ。もうあの反抗期に負けてやっぱりやっちゃう。イラついた。イラついた。でもそれでも入っちゃうなとこのラバーでいいんだと思うね。入るは入るな、スピードは出るな。ただちょっと回転かけるのが難しいな。チョリって難しい。あ、チョリは意外とな、シートはな、なんかそんなに滑らんのよ。ただそのオーバーはするけどネットミスがあんまりない。なんか行くのは行くけど最後それを抑え切るそのインパクトが俺には足らん。ラバーに言われてる。お前には足らんと。多分軽く打つともっと多分もっと多分あのなんか棒玉っていうか、スピードはある感じは出してくれねえけどな。あの軽く打つとあんまり響かん。打ってる感じがせえ。だからこっちもすごく軽いの。そこまで押されへん。まあ、こういう系のラバーでいいところはカウンターで威力を発揮する。ちょっとカウンターちょっと硬いわ。まあ食い込みきらんかった。面が分からん。あ、今ね、今ぐらい違うか。ミートカウンターやりやすいじゃん、上がれるね。バックでいってみよう。ああいう系な。全員に当てていくやん。あ、ミートはいいな。突っ張ってますから。ミートはいいわ。ミートには、ちょっとパキッとか行きたい人にはいいんじゃない。うん、これでも H もある。H もある。あ、M もある。あこのマントラプロのシリーズね。H やな。H やな。もうちょい持ってほしい。そう、これアウターのハーモンとかに貼ると多分もっとジャジャグバーさんが増すな。そうということで、はい、はい、スティガの新商品マントラプロの XH でした。はい、まあ尖ってた。尖ってた。尖ってました。伝わったかな、やっぱり。で、XH はあのちょっと硬い。そうね、もともとなマントラプロのシリーズにはおらんかった硬さで、今回出てきちゃったけど誰が使えねん問題が出るぐらい硬い。 H まででいいよ。H まででいい。まあ、スピード出へんくてお悩みの人は結構これ出やすい流れやから、それはそれでありだかもしれない。まあということで、はいはい、以上マントラプロ XH の次第でした。それでは皆さんありがとうございました。